ソゴー黒崎ソゴー黒崎ソゴーのあった、名都黒崎ソゴー閉店後、井筒屋黒崎店が入居していた。黒崎ソゴーは、1979年から2000年まで、福岡県北九州市八幡西区の JR 黒崎駅前に存在していた、百貨店及び同店舗を所有、運営していたソゴーグループの関連会社の名称である。閉店後、 2001年から2020年までは、北九州を地盤とする百貨店、伊豆津屋が、伊豆津屋黒崎店として入居していた。大手百貨店総合グループ10番目の店舗として1979年10月6日に開店。広告に、当時流行していた、アニメ、宇宙戦艦ヤマトをモチーフにした、まるで宇宙戦艦。というキャッチフレーズを使用するなど、 九州での知名度不足を補うため宣伝、広報活動に力を入れていた。川の流れるレストラン街が初めて設置された都合店舗である。当店の開店で、都合は北海道、本州、四国、九州4等すべてへの出店を達成した初の百貨店となった。黒崎総合ビルの正式名称は、名都黒崎で、開業当時は、名都、黒崎直営の ショッピングセンターメイト黒崎、テナントとして黒崎蘇合ジャスコが入居していた。1999年のフォーラス撤退後はメイト、黒崎直営のメイトエンポリアムとして継続営業された。2000年7月12日に蘇合グループの経営破綻。黒崎蘇合は黒字で好調なはずが、老朽化から来る改善投資の必要性。 さらに耐震工事投資の必要性があり、そのことを考慮すると、利益化の可能性は難しい上、証券内の基幹産業の衰退と二大都市圏、福岡、小倉の流出度が極めて高いことから、マーケット自体が衰退してきており、将来の拡大が望めないこと。さらにコムシティの出現で新たな競合の軌道を考えると、減収減益に、 歯止めがかからず赤字転落は避けられないと考え、黒崎蘇合は小倉蘇合と同様に同年12月25日に閉店した。北九州の副都心である黒崎の中心地にある巨大ビルの大型が閉鎖されたままという状態によるイメージダウンを懸念していた地元の強い要望もあり、黒崎祖合後には長崎や黒崎店向かいにあった井筒や黒崎店が2001年10月に 移転して開業した。屋上は、夏季に限り、屋上ビアガーデンとしてオープンしており、伊豆津屋移管後も継続していた。伊豆津屋黒崎店は、入居する黒崎メイトの運営会社が2020年4月に、経営破綻したことにより、同ビルからの撤退を発表し、同年8月17日に閉店した。ありがとうございます。